事故があったのは室蘭市東町2丁目の国道と市道が交わる交差点です。今日正午ごろ、横断歩道を歩いていた90歳の女性が左折してきた81歳の男性が運転する乗用車にはねられました。女性は近くに住む無職の内田末子さんで、胸などを強く打ち病院に運ばれましたが軽傷だということです。警察は運転手の男性が前をよく見ていなかった可能性があるとみて事故原因を詳しく調べています。